付けられるんじゃないかと思って。そうだね。今度見つけたら優しく起こしてよね。お話に付き合ったら許してあげる。
残しておいたよ。なんだ、驚かせないでよ。まさかそんなせこいことをしてくるなんて。ニーニ、おはよう。かわいい彼女ね。え、妹さんだったの？悪い意味じゃなくてね。あ、紹介してほしいな。知ってる、三の A の森島先輩ですよね。わお、知っててくれたんだ、嬉しいな。よろしく。もう行く。嫌われちゃったかな。ダメよ、そんなことをしたらますます嫌われちゃうと思うし。もしかしたらなんだけど、ミヤちゃんやきもち焼いてるんじゃないかな。うん、大好きな兄ちゃんがよく知らない女の人と仲良くするのが嫌なんだと思う。だから君が私をかばって怒ったりしたら逆効果よ。どうして？それは乙女心を分かってないな。うん、そうよ。それにしても妹さんかわいいわ。小柄で目が大きくて猫ちゃんみたい。あんな妹が欲しかった。男兄弟ばっかり、しかも可愛くないの。いいな、いいな。私にくれない？そうよね、さすがにダメよね。ミヤちゃんみたいな妹と一緒にお買い物行ったり遊び行きたいな。微笑ましい？ふーん、微笑ましいか。夜は一緒にお風呂に入って洗いっこしちゃったりしてね。そうよ、内緒話とかしながらね。顔赤いわよ。どうしたの？微笑ましい話をしてるだけなのに。かわいい。Thank you.
これなら私が預かるわよ。え、これもクラス委員の仕事だから。待て、ここ書き漏らしがあるわよ。ううん、口頭でいいわよ。あとは私が書いておくから。了解。ううん、なんでもない。ただあなたって見かけによらず面白い将来設計なんだなって。大丈夫、誰にも言わないわよ。さてと、じゃあ私委員会に行かなくちゃだから。それじゃあね。何してるの？お？もしかしてこれかな？あれ？違った？君って。すっごくいい趣味してるね。私も大好きなんだ、ダックン。かわいいよね。このデザインのハンカチは持ってなかったな。珍しいよね。このまん丸お目目がかわいいな。あれ、違う？本当に？よかった。男の子でこういう動物グッズ好きな人って初めてかも。もしかして、君は本物の動物も好きなのかな？ん？私、動物って大好きなんだ。みんな可愛いもんね。ん？あとはね、お馬さんとかお猿さんとかも好きかな。最近は子豚ちゃんとかもいいな。もちろん、だって私、とにかく動物大好きなんだ。ダックン好きの同士が見つかってラッキー。あ、ねえ、お互いダックン好きってのも秘密ね。
だって響ちゃんにからかわれちゃうんだもん。そんなことない、今に見てなさいよ。もうありゃ、私に用事？え？お話か。そうね。いや、大げさね。友達といろんなことをお話ししてたかな。秘密。女の子にも秘密がいっぱいあるんだから。
これと言ってないかな。やってて楽しければ何でも好き。そっかな。ほどほど？うん、ほどほど。どうしたの？え？ありがとか。最近だと受験勉強の息抜きにペットショップに行くことが多いかな。すっごく楽しいわよ。君と話してると時間が過ぎるのが早いなって。残念だけどまた今度だね。先輩を笑ったつもりはないということです。ただ私が先輩にラブレターを出すところを想像して。あ、気を悪くしました。だったら謝ります。すみませんでした。私自分がそういうことには疎いので、つい。
えばあのラブレターって仕返しだったんですよね。じゃあ仕方ありませんね。あ、私は別に。先輩こそそんなこと気にしなくてもいいですよ。それじゃあ私そろそろ帰りますから。失礼します。ということなんです。なるほどね。それで今日の練習なんですが、どういうメニューがいいでしょうか。そうね、なるほど。ではそうしてみます。ええ、大変だとは思うけどいい結果につながると思うわよ。はい、ありがとうございます期待してるわよ。何でも好きですよ。ただその中でもというとバスケットボールや水泳ですけどね。ええ、
すことが好きなので、これというものはありませんね。朝食をきちんと食べないとお昼まで持ちませんからね。先輩も寝坊をしたりしても朝食を抜いたりしない方がいいですよ。足の先ですかね。末端から洗うと血行にいいらしいので。ちょっと前にテレビでやっていた受け売りなんですけど。あの先輩、すみませんが私はこれで。お困りのようね。はい、これ使って。いいからいいから。いいわよ。そうじゃなくて、そのタオルはあげる。ダックン好きの仲間の証としてね。うん、もちろん。実はね、もともと君にあげるつもりで持ってきたの。
ほら、男の子でガックン好きな人に会ったことがなかったから嬉しくてね。私の持ってない柄のハンカチを持ってるところもなかなかやるなって感じだしね。ん？あれ？もしかして気に入らなかった？そうなんだ。ん？なんて。もうなんていい子なの！ベリーグーね！この子の！本当に正直でいい子だね。私が好きって言うから言いづらくなったんだよね。改めてそれを言い出したなんてすごいね。いい子いい子。なんだか君って小動物系だよね。申し訳なさそうに私を見る仕草とか、怒られるかなってチラ見するところが可愛いな。やっぱりそのタオルはもらって。うん、正直な君にご褒美あげる。わお、知ってるんだ。すごい、私も大好き。さすが、わかってる。そこのぼーっとしてるやつ、確かどこへ行ったっけ。ちょっと付き合え。桜井里穂子。シャーロップ。男のくせに細かいことをブチブチと。うるさいやつめ。いいから、付き合うのか付き合わないのか。さあどっち。わかればいいのか。私は茶道部部長、柚木瑠璃子。ひばまなか、まさに副部長。これで素性は分かったよな。それじゃ行こっか。リホッチを助けると思って手伝いな。何ぼーっとしてるの。三の絵だよ。それが何か。ん？ああ、この時期だと普通は部長を引き継いでるもんね。いろいろ事情があんのよ。で、話が横道にそれちゃったけど、うん、ちょっとこれ運ぶの手伝って。何？はんてんか何かに見える？
正解。案外重たいんだよね、それ。もう疲れた。作動物質までだからさ、頼むよ。私たちは他のを持ってくる。ああ、悪い、そこに置いてくれ。そうそう、さ、坂。ご苦労さん。おつ。ま、お茶でも出すからさ、ちょっと待っててくれ。麦茶に作法なんかあるのか。初耳だ。さすがに昼休みからお茶を立てたりはしないよ。まあ、この後の世界史の授業に出るくらいならお茶してたいってのはあるけどね。リホッチがあんたの話ばかりするのよ。耳にタコ。あの子が入部して1年ちょっと、あんたの話を聞かない日の方が少ないね。あれだけ聞かされてれば、あ、こいつがリホッチの言ってたやつかってすぐに分かっちゃうよ。どうした。何、どこが。お、わかるかい。我々は一部階級のみが快適な環境を得ていることについて警鐘を鳴らすべく、正義の名のもとに行動しているのだ。まさに義賊。冗談だよ、体育教官室から古いこたつをもらってきたんだ。代わりの品も置いてきた。トレードってやつだな。適材適所。ここは冬になるとやたら寒いんだよ、まったく。はい、麦茶。ちなみに冷蔵庫は前線台の戦利品だよ。それにしても初対面の人間の頼みを聞くだなんて、あんたも人がいいね。まあ、リホッチの人の良さも大概なもんだけどね。大丈夫。いろいろポカはやるけど愛嬌があるからなんか許せちゃうんだよな。あの明日の昼休み集合だったか明後日だったか。あれ、なんで作動物質に。噂をすればなんとやらだな。とりあえず落ち着きなって。冷静さが大事。とりあえず集合は今日だったけど人手は足りたから大丈夫だ。問題ない。はあ、あなたが手伝ってくれたの。ありがとう先輩。この人迷惑かけませんでした。似た者同士。大丈夫、あんたよりは役に立ったよ。え、そうですか。戦利品バッチリ。すっごい、おこただ先輩。入ってみてもいいですか。別にいいけど。やったー。時間切れ。はい、残念賞。続きは部活でね。そんな。
あ、私も一緒に戻ります。おう、お疲れさん。また。あー、ちょっと待った。今日は助かったよ。よかったらまた遊びに来な。じゃ、そういうことで。お疲れ様でした。だって、また遊びに来てよね。怒られちゃうよ。
兄ちゃんの気持ちもわかる。悔しいけどナイスバディだもんね。ミアもあやかれるように時々触らせてもらってるんだ。ほら顔がスケベになってる。ごめんねサエちゃん、こんなお兄ちゃんだけどよろしくね。お兄ちゃん、サエちゃんは転入してきたばかりなの。だから優しくしてあげてね。いたいた。ねえねえ、ちょっと付き合いなさいよ。いいからいいから。ごちゃごちゃうっさいわね。あんたは校内の男子代表に選ばれたのよ。分かったら黙ってついてきなさい。ほら行くよ。私たちのクラスメートのとこよ。そうもいかないのよ。ほらいたわよ。さささ。ごめんケコ、お待たせ。いいよ、そんなに待ってないから。まったくこのボンクラがちんたら歩いてるから。全校の男子代表がよ。あなたも大変だね。もう慣れちゃった。そんな世間話どうでもいいのよ。ケコ、早く本題を言いなさい。大丈夫だから、うん、私は途中まで聞いてるからいいけど、このボンクラちゃんのために最初から話してあげてくれる？あ、うん。私ね、クラスのある男の子に告白したの。それで私その人に返事は少し待ってくれって言われたからしばらく待ってたんだけど。1ヶ月くらいよね。うん。なんていうか、稽古ってほんとレアものだよね。普通そんなに待たないって。でもってやっと呼び出したと思ったらあれでしょ。ああ、そいつケイコに何て言ったと思う？キスさせろだってさ。バカにするのもいい加減にしろっての。ろくに返事もしないで放っておいて何がキスよ。さすがにその時は断ったけど、もう一度言われたら。で、どうしよっかってとこなの。ごめんね、変な相談で。そういうわけで、全校の男子代表、手っ取り早く意見を述べなさい。まあ、私の予想は稽古が泣かされる羽目になるってとこなんだけど。
もっとさっくり解決する方法ないの？確かにそうね。でも手紙だってなんて書くのよ。あるわね。ケイコ、どう？ええ、早速やってみる。ありがとう。それじゃ、私はこれで。私が言うことじゃないわ。そうなるように私も動くつもりよ。大丈夫だって、これ以上にないくらいバッチリうまくまとめるから。さてっと、それじゃあこの後バイトだから私もう行くね。またいつでもどうぞ。じゃあね。したんだと思って。じゃあどうしてあんなに微妙な顔したのかな。
どうして愛ちゃんが微妙な顔をしたのか自分で聞くから。ニーニはビーバーとイチャイチャしてればいいよ。もう私が聞きたいです。すみませんが、その顔で近寄らないでください。絶対狙ってますよね。ええ、額に落書きが。真面目な顔しないでください。もういいから早く顔を洗ってください。目の周りにインクが。私の使っていいですよ。いえ、別にこれくらい。もっとゴシゴシ拭いた方がいいですよ。あ、はい。少し赤くなってますけど、ちゃんと落ちてます。いえ、どうせ使いますから、そのままで。はい、お気遣いなく。それなら良かったです。じゃあ、私はそろそろ。失礼します。
走るの早すぎ。え、なんで落ちてるの？アイちゃんが？そっか、じゃあアイちゃんにちゃんとお礼を言わないとね。でも本当にびっくりしたんだから。洗面所でニーニーが驚くのを楽しみに待ってたのに、ニーニーったら顔も洗わずに出て行っちゃうんだもん。ミャーが必死で呼んでるのに全然止まってくれないしさ。え、じゃないよ、まったくもう。朝からすっごく汗かいちゃったよ。ニーニー、聞いてるの？ニーニーが福引きのことを忘れちゃわないようにだよ。え、あ、もうチャイム？ニーニー、急がないと遅刻になっちゃう。それと、忘れないうちに福引きでハワイを当ててきてね。ニャーとの約束なのだ。What?
先輩、どうかしましたか？お話ですか？それは構いませんが、どうして急にお話なんて。私のことをですか？兄弟揃ってどういう噂話をしたのかは知りませんが、それより先輩、私と何か話がしたかったんじゃないんですか？着ていたりします。はい、動きやすくて便利ですから汚れでも洗えば済みますし。全く履きませんね。私は歩きやすさで靴を選ぶようにしていますので。はい。あ、先輩、そろそろ時間ですよ。私はもう戻らないといけませんので
お話の続きはまたの機会にお願いします。え、では失礼します。どうしたのミャー。ねえねえ、今日は一緒にお風呂に入ろう。え、今日もなの？もう、昨日も一緒に入ったじゃない。だって約束してたバストアップ体操まだ教わってないもん。ああ、そうだったわね。ねえ、いいでしょ、ハルちゃん。しょうがないわね。それじゃあ、行こっか。うん、くらえ。停電ですよ。仕返し大成功。ミアのこと目隠ししたじゃん。桃源郷？何が？あ、ミヤちゃん。楽しそうね。私もいいかな。別に。ありがとう。すっごく楽しそうだったけど、何の話をしていたの？そこは素直に教えてよ。意地悪なんだからね。えミヤちゃん、次家庭科の実習だからもう行くね。あ、行っちゃったか。本当に猫ちゃんみたいね。可愛いのに釣れない感じ。可愛いじゃない、とっても。あら、校内の評価は違うみたいよ。ミヤちゃんと知り合った後にね、友達に1年生に猫ちゃんみたいな可愛い子がいたって言ったの。そしたらミヤちゃんってすぐに分かったの。もちろん本当よ。ミヤちゃんがモテるって嘘をついてもしょうがないじゃない。知らなかったのね。へえ。モテるみたいよ。一部だけどね。うん、一部の男子らしいけど、すっごく人気があるって言ってたわよ。とっつきづらそうだけど、ちっちゃくて可愛いって。心配なのかな、お兄ちゃんは。そう？でもすごく心配そうな顔してる。あ、もしかしてミヤちゃんだけモテるのがちょっと面白くないのかな。そういう君も抜群に可愛いと思うわよ。そうやって素直に顔が赤くなるところも。
ミヤちゃんともこんなやりとりがしたいな。あ、邪魔しちゃってごめんね。バイバイ。したの？ええ、そうだけど。おとなしい感じの子？うん、なんか今のところ付き合いたいって感じじゃなくて、遠巻きに見つめていたいんだって。安心した？かわいいな。いいけど。豚の丸焼きとか、そのまんまの姿で出てくるとどうしてもね。聞いたのは、いつも泥だらけで遊んでたってことくらい。女の子らしくないね。お気に入りか。テラスとか噴水のそばが好きかな。あとはプールね。プールは最高。水着の女の子を見るのよ。you
うなんだ。うん。わ、気づいたらこんな時間。まあまあまあ、時間経つの早いな。また今度、楽しいお話聞かせてね。それじゃね。女の子と仲良くなった？ふくらはぎ！
君のほっぺあったかい。いや、ちょっと手が冷たくて。君に温めてもらおうかなって。すごくあったかくてびっくり。じゃあね。プリントの件はこれでいいとして、くれぐれも遅刻はしないこと。わかった？どうしたの？しょんぼりして。なんか先生に怒られてたみたいだけど。遅刻？あなたも遅刻したんだ。そうだよね。それは違うわよ。そもそも遅刻をするような時間に家を出るのが問題なのよ。わかる？怒られてる。こーら、笑い事じゃないわよ。桜井さんももう5分早く家を出るようにしなさいね。それじゃ。ごめんね、私のせいで怒られちゃって。そう？そうだったんだ。でもよかった。あれを見られたのがあなたで、他の人にあんなの見られたらと思うと。だってあなたは私のドジなんて見慣れてるでしょ。だからあなただったらいいの。それにあなたが遅刻しなかったら今もあそこにはまってたかも。命の恩人ですよ。じゃあ私行くね。またね。
っぱり？でも楽しいでしょ？痛いんだけど。だよね。帰りなの？うん、帰るところ響と一緒にね。でも全然来ないの、参ったわ。靴はまだあるから来ないだと思うんだけど、もういいか。またね。お待たせ、はるか。遅いぞ、響。ごめんごめん、ちょっと先生に捕まっちゃってね。そうなんだ、ついてないわね。まったくね。あ、そういえばこの間のお店覗いてみる？あ、行こう行こう。あそこって可愛いデザインでサイズも豊富だったしね。派手なデザインが多い気もするけど。そこがいいんじゃない。いつ着るのよ。いつでも着られるように備えるの。なるほど、それは一理あるわね。あ、ついでだからクレープも行こうよ。うん、それは大賛成。
今日は何を食べようかな。歩きながら決めればいいじゃない。ほら、行こう行こう。はいはい、慌てて転ばないようにね。またね。またね。女の子と仲良くなった？you